さて、今から電話ですよね。とりあえずまたちょっと休憩しますけど、ね。まあ、いつもの次元言ってる話。だから一番割と初期的な話、プリミティブな話。原始的な話にとってもね。それは何かって、うちから出てきた情報、うちが喋った情報を皆さんがいち早くキャッチして、まあ、何らかの形でもこんな形だったとか。それをご自分の発明になさって、そして特許とかで取って、で、独占権を。それは権力ね。独占権利っていうのは権力ですから。実はね、特許って独占権なんですよ、基本的に。独占権利のことね。独占的権利のことね。イコール、それって権力のことやな。ね。取って本で、まあ、市場を独占しようとする。そのためには、まあ、投資する金がいるけどね。特許とは別にね。特許の維持が金かかるけど、出願にもなるというかね。維持にめっちゃ金かかる。維持に金かかる。出願は割と安くできる。訴訟を起こされても金かかる。で、なんでこれ認められへんねん、訴訟を起こすときも金かかる。それよりもこれよりも維持に金かかる。あるいは、他の会社の特許を負けたとき、めっちゃ金かかる。そうですよね、賠償。で、それとか、差し止めさ、請求受けたときに、まあ、差し止めさなあかんときに、もうこっち生産してもらわないの。ダメです。工場ストップされてるんだ。な、まあ、他のもの作れるような工場だっていいんでしょうけど、ね、差し止め請求くらって。もうそれしか作ることなかったら、その工場は。それしか作れない装置やったら。終わりやろ、そのそれの投資、そんなすっげえ装置の投資の終わりやろ、お金の話な、人材でも大変やな、企業家って今みたいなハード的な技術なんかもう回してやすやねん。だからソフト的な、要するに IT 的な話やったらいっぱいいっぱい流用できるでしょね。そんなもん出願しにくいだけで、そんなソフトの世界は権利にもなりにくいし、まあできなくはないでしょ。例えば商法統計であるでしょ。うちらが被害金の時はなかったから、いまいちようわからないけど、プログラム特許どうしようかっていうのは頃の話だから。電子プログラムの話ね。その時代として働いてた。で、今はもう、要するにパッケージ商法などね、特許取れるでしょ。それは IT 時代にどういったものを特許の概念にしていこうかってみんな悩んでるわけね、実はまだ。そんな時代やね。で、試験的に皆さんに権を取らせてるっていう文脈の説明がある。で、そんな時に、その先まがいとか、まあ、横領まがいの出願も、そりゃたくさんあるでしょ。ね。それは音楽ではせやろ。横領まがいのデビューっていっぱいあるやん。曲とかね。デビュー曲が横領してたとかあるの。横領っていうのがね、法律的にはね。まあ、逮捕されたらそういうことを知るでしょ。ね。裁判だったら知るでしょ。それまで横領だと思ってはれへんと。人の曲を取ってデビューするような人たちとか、例えばね。さてさて。まあ、表現の問題かな。完全、同一と見なされない範囲に、明らかに別の C やったら同じ内容でもええねん。明らかに別の言葉使ってたら、同じテーマでもええねんね、著作権なんて。なんだよ。だから、アヘアヘアヘとか、全く同一の表現やったら、それ著作権やん。じゃあ、替え歌わって、同一表現じゃないやろ。でも、元ネタがあるよ。だから、非常に微妙な立場に変えたの。そしてそれで権利は取られる。もちろんね。替え歌やつの二次創作。全く別の創作じゃないから。同じテーマの別の創作なら著作権取れるんだけどな。取れるか。取得するもんちゃんと。発生するもんけどな。特許権は取得するもん。知的財産権の中の著作権は発生してしまうもんだよね。どっちか言ったら。で、どう使い方したらいいのかと。うちの乱世界だったら特許権を邪魔する一つの発生物って。自然物扱い。どっちか。どっちか言うと。生き物扱いってこと。わからんやろな、この説明では。な、文系ちゃんとか音楽したことないと絶対わからんと思う。うちも20年その音楽もやったし、特許の仕事もしてたからな。そういう人生って面白いのよ。な。頑張ってそうするかどうかだけの話や、それって。結構できますよ、誰も。この面白さを。誰でもね、自分で。実現することができるじゃないですかね。本当ね。表現がなくなったら、みんな IQ220 かもしれへんのに、うちと同じような。少なくともうちの公式発表、私のうち、その IQ 試験の時にめっちゃ遊んでたからね、おふざけと思ってたから。おふざけた答えしか書いてへんから。それで160になった。数値はね。でもこれは、経験値は220ぐらいですってなった。でも、おふざけの部分全部0点にしますとですね、
マイナスにしてくださいとお母さん。それは意味ないです。お酒の部分は全部加点しませんと。そしたら160です。でもこのおふざけはその回答よりも面白いのでってって話だったんですよ。面白くないですけど、もうないんだよと思うけどね。他人はね。で、大友の受験の、ね、準備で幼稚園に行って通っとった人はいいんだね。で、そんな話いいでしょ。前したからもういいよね。また調べておいて、うちの前の動画の投稿がね。面白く、楽しく書いてる。アメブロのように面白く書いて、ちゃんと書いてたかどうか知らん、忘れちゃった。そんなの忘れるもんですよ。なんか覚えてとかなんかないんだよ。こんな程度なんか記憶ってしょせんな。それでもすっごいいろいろ覚えてるやろ、みんなよりは。な。みんなの人生も覚えてるやん。こんな程度にしか覚えてんねん、みんなの人生の時のことなんて。その時の字がパーフェクトに全部ちょっと思い出すけど、そんなんしてもしゃあないよ。じゃあ、うちの顔、あんたの顔になっちゃう、その瞬間。それはうちがキモいよ、そんな。うちが嫌やん、そんなもん。声もあんたらの声になっちゃうわよ、その瞬間。うわ、いやあーって、あーって。嫌でしょ、あんたらも嫌と思う。たとえ便利なの。たとえ人を脅せても。嫌やん、そんな、そいつの顔になったら、その時。お前がそれやって言われて、そんなエステムだったらどうする怖いやろ、怖いやろ。ほんで、まあだから、その、原始的な話にだいぶ新しいもの付け加えたかな、ひょっとしたら。だけど、まあ、うちのな、アイディアを取ってもどうなるかっていう話をこの後のにする今からする話がよく毎回の次元言ってた原始的な話ね。それはそのまあ権力効果権力みたいな知らんけど多国籍企業ぐらいの権力作ってほんでも組織的にアマオから窃盗したらいいやんアイディアをそしたら罪に問われへんっていうかアマオも上物でも出んやろそうか、パナソニックにいろいろ言ってるぞ、そうやってたあ、言うてんだからな、言うてんだよ。言われてんだっていいやんとか言いながら、だけど、例えばそういった多国籍企業が、ほんまに世界権力目指そうと思ったら、うちとの折り合いまた出会ってしまうやん。うちとの折り合い問題にまた出会ってしまうやん。うちのまたの人からの話やんか。じゃあ、俺たちの多国籍企業だから、まあ、完全支配簡単だな、とかあるんでしょ。占有するんだ、とか。やって、そうやって思いつくやろ。他の多国籍企業思いつくから。そこでなんか、頂上決戦するやん、うちの内部で。何やってんのかなと思って。いや、手を組もうぜって。二人だ、まあ、お支配しようぜって。やったりするやろ。ほんで、でも第三勢力が現れるじゃん。栄枯盛衰。平家物語みたいに。それ延々続けてんねん、あんたのうちの内部で。な、しかもこう今これ、パソコン使って喋ってるやろ。こんなんな、そのアップロードする前からもうな、聞こえんねん、この会社にはこういった会社には。ハードの方も、ソフトの方も、ハードでも、ソフトな。だから IT 会社にも聞こえるし、ハード会社記憶してるんか、チッカチッって記憶してるやんか、ハードで。なハードって記憶してるやんか。なま、処理の時にほぼほぼっていうのにあるやん。やべえ、その記憶、ハッキングして、そのチップ攻撃しようとかやってんのか、あんたら。なだってそんな、この Wi-Fi もチカチカしてるし、すでに。まだアップロードしてねえからって話しちゃうやろアップロードしたら絶対 Wi-Fi 通らへんのかそれはまあいいんだ、そんな。なまして人工衛星が上盗聴器いっぱいついてるやろし西浦もつけてるやろけどここもともと西浦長屋やったからな他の勢力もつけてるやん絶対な国家権力やったら不動産さんがまだ持ってるうちの鍵とかもしかったらあるいはここの鍵まだ西浦が持ってたら国家権力もそれを押収したりするやろしもう大変やろうちのアイディアはなかなかなヘビーやと思ったけど使うにあたってはじゃあ逃げて逃げて逃げまくってって何の授業できんねんそれで誰かに授業やらせると俺は逃げるままって金だけ持っててどっかで使い切るんやろでうっかり火事伸びて俺パーなくなってってそんなことばっかりやってんねんあんたら多分かなりプリミティブな話できたやろそこの話知ってるやんか